クさん、うん、カバンなくて困んないの？カバン？もうあの半月ぐらいうちにあるけど、クザさんのカバン。半月は盛りすぎだろ。だって14だよ、置いてった日。行くわよ。14だっけ、あのポケカ開けた日だよ、置いてたの。え、あ、半月か。半月か。違うした。そう、半月半月。毒の壁よ。られるか。クザさん、うちにカバン一生忘れてたの。気をつけろ。もう困るんだろうけど。いたぞ。いや、そうなんだよ。足りてなくてさ。大丈夫なのかなって。いや、だ俺現金のカバーをポッケに入れて外行ってるよ。うん、一応あの消毒してビニールに包んで置いた、透明の。いや、そう、それもあったからさ。まあね、ちょっと取りに来にくい状況ではあるからさ。そう、取り行こうかなって思ったんだけど、それで俺が移ったら、俺はいいけどなんか変なになっちゃうかなって思って。まあね。なかなか映したみたいな言われたら気悪いし、俺も。まあ今の時期だとそこら辺過敏だよな、どうしてもね。慎重になっちゃう。まあでもユンケルとか買ってあげようかなと思ったよ。あのあれね、救援物資ね、うん、それ残ってるまでうちに。お前ほんまに前風邪ひいた時クソまずい液体くれたもんな。あれか、オープンデックかなんかの時にの収録で最後の一人だ、体調悪くなってで、その時しっかりお前映ったし、あと30秒そうなんだよ、帰ったと風なったからな。帰った看病して、トロールでしょ。懐かしい、何年前よ。もう分かんない、でも思い出した、それをね、懐かしい。なんか僕が風邪ひくために思い出してない、それうん、思い出す。当時はなんて説明したかわかんないからね。そのクロノワの収録があって、ホテルで泊まった次の日の朝、クザさんが体調悪くて、朝コンビニとか行っていろいろ買って持って行ってた。したら帰った後僕風邪ひいた。目を奪うわ。